なんか、それっておかしいじゃないですか。春日もさ、なんかその、番組の打ち上げとか、決起集会みたいな時に、最後挨拶するとき、おじさんみたいなのじゃねえかって。もうあの時間が一番嫌だからね、俺ね、赤いヘッドホン買おうかなと思っなんてんでだよね。赤じゃなくてだろ、別に。目立つだろ。ヘッドホンしてるの目立つだろ。黒とかにしときなさいよ。広瀬香美を聞こうかなと思った。お前がスピーチしてる間は打ち曲は上何でげで。もいいけどもさ。なんか嫌なのよ、春日のスピーチ、打何ちが上げとかで番いいじゃ組ん、いいの、じゃない、なん別か、に。から入るのが。お前そんな、高校の時、なんか入り方知らなかっただろうと思って、もうおじさんだいなや、と思っそうなるて。よ、だそうなるでしょ、それは。で、なんか頭で一個笑い取って、締めで良さそうなこと一個言って終わるじゃん、毎回。まあでそうもうだやね。めてほしいんだよね、あれ。なんか、ちょっと左の肩とか書きながらさ。この番組も何年ですか？ 3 年ですよね、みたいな。まあ、なん言うよ。か、まあ、あんな、8時間かけたロケが、オンエア測ったら8分でしたけど、みたいな。わーみたいな、言いながら。いいだろ、別に。今後も数がどんどんもっと長いロケ行きますよ、みたいな。よろしくお願いします。それはそういうもんでしょ、だって、それスピーチ。なんだよ、こいつ。スピーチとか挨こび拶。てんなーと思って。こびてる。 そんなふうに言ってたのかよ。今後も続けていくよ、でもそこは。その辺ね、俺はやっぱり違いますから。そう、同じような感じじゃない？俺はもう一言で、ウィッス。よろしくお願いします。ですから。いや、そんなんじゃないじゃん。そっちの方が恥ずかし手のい。ひらとグーをこう合わせて胸の前。次の車お願いします。失礼します。いや、違うじゃない。人が違うじゃない、それはもう。嫌なのよ。この番組も何年ですか？3年やってますか？あれ、やだ、ちょっとやってみ。何？それダメの挨拶。全く同じ風にちょっとやってみちゃう。全く同じ風に。皆さんお疲れ様です。そうそう、これこれこれ。そうっすね。まあ、このみんなでこう飲む、こういう回も何回目ですか、これ今。ああ、もう4回目で、ああ。そうそうそう。いやー、本当にね、毎回毎回ネタがね、他の番組で見たことないようなネタがたくさんあってね。あ、言ってた言ってた。すごいなと思うんですけどね。まあでも最近思うのが。おめえが探してるわけじゃねえだろ、バカ。ちょっとカスマスがね、ちょっと少なくなってきたかな、ね。おめえのせいだよ、バカ。もうおめえの実力だ、ね、バカ。そんなやつ飛ばされないよ。そんなに。そこまで飛ばされないわ、ヤジ。みんな黙って聞いてくれてるわ。俺なんか結構大体泣いてるからね、誰か俺のスピーチ中に。そんな感動するようなこと言わないでしょ。大人の挨拶しないから、俺は。ん？子供の挨拶するから。子供の挨拶？そういった意味じゃん。どういうことよ。本当に思ってることしか言わないから響いちゃうんだろうね、あれ。泣いてる人いるけど、たまに。泣いてる人見たことないけどね。それじゃあ終わりだよ。いや、どういうスピーチすんのよ、ちょっとなんかね、例えばみたいな、こんなような、それダメよ。じゃあ、今、月焼き場、オールナイトの挨拶だとして、泣かすことできますよ。例えば、大坪さんとか、聖堂さんとか。いや、泣くわけないじゃん。いや、本当に。難しいよ。何が。泣かすこと、人泣かすこと難しいよ、そんな挨拶で。いや、笑わそうが難しいでしょう。何の話なんだ。そういうことじゃないのよ。だって俺、キューバの本より漫才作る方が難しいもん。いや、そこはまあ、いいとして。何いいとしてんだ、お前。そこはまあ置いといてさ。笑いとその感動っていう話は。で、若林さんが言うからさ。あなたが今自分で言うからよ。感動させられるって、それも難しいよっちゅう。はいはい、はい。これで泣かせられんの？いや、いい、やっていいですか、じゃあ。今？はい。いいですよ。いや、同じだね。笑いはいらないのよ。感動の方を見たかったからさ。笑わそうが難しいって、絶対。泣かすより。まあ、そういう、まあ言うけどね。
や、あなたが今泣かせられって言ったから。どっちだっていいんだけどね。うん。どっちだってもいい。うん。泣かすのも笑わせんのも。どっちが難しかろうか。何なんだよ。いや、まあ、じゃあ本気でやるわ。あの、だから、あの、突っ込まないでね。ああ、はいはい。入りは、で入るけど。ああ、そこはそうだ、ね。これは俺はなんか、うん、春日をオマージュしたいところだから。泣かすのね。うん。うん、この番組も何年。笑っちゃってんじゃねえか。なんだよ。この番組も何年ですかって言われたら、うん。春日じゃねえかって自分で思っちゃう。それでもう自分で笑っちゃった。そんなやつはもう泣かせられないよ。笑いながら喋ってるやつで誰が泣くんだよ、話で。無理よ、もう一回ですよ。もう、まあ、もう、うん、もう一回ちょっとやりましょう。うん、この番組も何年ですか ?8 年目になりますけどもね。まあ、改めて言うことじゃないですけど、本当にありがとうございます。僕はその、こう、口下手なところがあるもんで。これちょ、勘弁してちょうよ。勘弁してちょうよ。何かあると思うじゃないか。そんなに感動で泣かすって言うもんだから。何もねえじゃねえか。いやー。こんな奈落に向かって走ったことないね。崖しか見えなかったね。何か手があると思うじゃないか。崖に向かってのあダイブだったな。よかったよ。怪我もなく帰ってきてよかったよ。ここまでないとね、怪我もしないもんですね。綺麗にノックアウトするとね、あんまり残んないって言うからね。そうだね。まあよかったのでね。うん、本当にリスナーの皆さんね、まあ、10年向かって一緒に走っていきましょう。今、このラジオがあるのは本当に、リトルツースの皆さんのおかげです。おざす。じゃあ行きましょうか。いや、嘘も。最後嘘ついてさ。泣いてるリスナーもいると思う。いないよ、ここのやつはちょっとおかしいよ、多分。疲れてんの、多分、これね、泣いてたら、泣いてる人はね。ベタなこと言ってたからね。何にも浮かんでこねえな。じゃねえだろバカ。ちょっとカスマスがねちょっと少なくなってきたかな、ね、おめえのせいだよバカ。おめえの実力だバカ。そんなやつ飛ばされないよ。そんなにそこまで飛ばされないわヤジ。みんな黙って聞いてくれてるわ。うん、俺なんか結構だいたい泣いてるからね、誰か俺のスピーチ中に、うん、そんな感動するようなこと言わないでしょ。大人の挨拶しないから俺は。ん？子供の挨拶するから。子供の挨拶、そういった意味じゃん。どういうこと？本当に思ってることしか言わないから響いちゃうんだろうね。あれ泣いてる人いるけど、たまに泣いてる人見たことないけどね。それじゃあ終わりだよ。どういうスピーすんのよ、ちょっとなんかね、うん、例えばみたいな、こんなような、それダメよ。じゃあ、今、月焼き場、オールナイトの挨拶だとして、うん、泣かすことできますよ。例えば、大坪さんとか、聖堂さんとか。いや、泣くわけないじゃん。いや、本当に。難しいよ。何が。泣かすこと、人泣かすこと難しいよ、そんな挨拶で。いや、笑わそうが難しいでしょう。何の話なの。そういうことじゃないのよ。だって俺、キューバの本より漫才作る方が難しいもん。いや、だから、そこはまあまあいいとして。何いいとしてんだ、お前。そこはまあ置いといてさ。笑いとその感動っていう話は。で、若林さんが言うからさ。あなたが今自分で言うからよ。感動させられるって、それ難しい、それも難しいよっちゅう。はいはい、はい。これで泣かせられんの？いや、いい、やっていいですかじゃあ。今？はい。いいですよ。いや、同じだね。, 笑いはいらないのよ。
感動の方を見たかったからさ。笑わそうが難しいって、絶対。泣かすより。まあ、そういう、まあ、言うけどね。いや、あなたが今泣かせられって言ったから。どっちだっていいんだけどね。うん。どっちだってもいい。うん。泣かすのも笑う、ませんのも。どっちが難しかろうか。みたいな。いや、まあ、じゃ本気でやるわ。あの、だから、あの、突っ込まないでね。あー、はいはい。入りは、で入るけど。あー、そこはそうだ、ね。これは俺はなんか、うん。春日をオマージュしたいところだから。泣かすのね。うん。うん、この番組も何年。笑っちゃってんじゃねえか。なんだよ。この番組も何年ですかって言われたら、うん。春日じゃねえかって自分で思った。それでもう自分で笑っちゃった。そんなやつはもう泣かせられないよ。うん、笑い。そんなに。そこまで飛ばされないわ、ヤジ。みんな黙って聞いてくれてるわ。うん。で俺なんか結構大体泣いてるからね、誰か俺のスピーチ中に、うん。そんな感動するようなこと言わないでしょ。大人の挨拶しないから、俺は。ん？子供の挨拶するから。子供の挨拶？そういった意味じゃん。どういうこと？本当に思ってることしか言わないから響いちゃうんだろうね。あれ泣いてる人いるけど、たまに。泣いてる人見たことないけどね。それじゃあ終わりだよ。いやいや、終わり。いや、それどういうスピーすんだよ。ちょっとなんかね、うん、例えばみたいな、こんなような。それダメよ。じゃあ、今、月焼き場、オールナイトの挨拶だとして、うん、泣かすことできますよ。例えば、大坪さんとか聖堂さんとか。いや、泣くわけないじゃん。いや、難しいよ。何が泣かすこと、人泣かすこと難しいよ、そんな挨拶で。いや、笑わそうが難しいでしょう。何の話なんだそういうことじゃないのよ。だって俺、キューバの本より漫才作る方が難しいもん。いや、だから、そこはまあまあ、いいとして。何いいとしてんだ、お前そこはまあ置いといてさ。笑いとその感動っていう話は。で、若林さんが言うからさ。あなたが今自分で言うからよ。感動させられるって、それも難しい、それも難しいよっちゅう。はいはい、はい。これで泣かせられんの？いや、いい、やっていいですか、じゃあ。今？はい。いいですよ。いや、同じだ笑いはいらないのよ。感動の方を見たかったからさ。笑わそうが難しいって、絶対。泣かすより。まあ、そういう、まあ言うけどね。いや、あなたが今泣かせられって言ったから。どっちだっていいんだけどね。うん。どっちだってもいい。うん。泣かすのも笑う、ませんのも。どっちが難しかろうか。みたいな。いや、まあ、じゃ本気でやるわ。だから、突っ込まないでね。あはいはい。入りは、で入るけど。あそこはそうだ、ね。これは俺はなんか、うん。春日をオマージュしたいところだから。泣かすのね。うん。うん、この番組も何年。笑っちゃってんじゃねえか。なんだよ。この番組も何年ですかって言われたら、うん。春日じゃねえかって自分で思った。それでもう自分で笑っちゃった。そんなやつはもう泣かせられないよ。笑いながら喋ってるやつで誰が泣くんだよ、話で。無理よ、もういいですよ。もう一回ちょっとやりましょう。